高エネルギー加速器を用いたあらゆる研究を行う研究機関 KEK は2021年4月に50周年を迎えた。ノーベル物理学賞を受賞した小林益川理論の証明など、宇宙、物質、生命のより深い理解に大きく貢献してきた KEK。 主に日本の大学研究者が集まる共同利用研究所の第1号として発足し、この50年で世界中の研究者を巻き込む国際的な研究所へと成長した。1949年、湯川秀樹博士が日本人初となるノーベル物理学賞を受賞。このニュースは第二次世界大戦の敗戦に打ちひしがれていた日本国民に大きな勇気を与えただけではなく、多くの若者たちが物理学の道に進むきっかけとなった。1955年、日本の原子核研究の再興を目指し、東京・田無町に東京大学原子核研究所が設立された。この施設は戦後の日本における加速器を用いた原子核素粒子実験の拠点となった。1971年、素粒子実験の本格的な推進のため、茨城県の筑波研究学園都市に高エネルギー物理学研究所、略称 KEK が設立された。1976年には日本で初めて建設された大型加速器として陽子シンクロトロンが完成し、12ジェブの加速を達成。陽子ビームを用いた本格的素粒子実験が始まり、高エネルギー物理学をはじめ原子核物理学、物質科学など幅広い分野の研究に利用された。1980年までに世界初のパルス陽子を使ったミオン源として中間子科学実験施設 MSL が、さらに世界初の陽子加速器による中性子産卵実験施設 KENZ が完成、稼働を開始した。陽子加速器は高エネルギー物理学研究だけでなく、物質科学、がん治療装置開発など多目的に利用されることになる。これらの成果は後に茨城県東海村に建設される大強度陽子加速器施設 J パークの礎となった。1997年、東京大学原子核研究所、東京大学理学部附属中間子科学研究センター、高エネルギー物理学研究所を改組統合、新たな名称は高エネルギー加速器研究機構、略称 KEK となった。1978年から強力 X 宣言として放射光実験施設フォトンファクトリーの建設が開始され、1982年3月、初めての放射光取り出しに成功した。当時、夢の光と呼ばれ、国内外の多くの分野の研究者から注目された放射光。電子材料やタンパク質など、さまざまな物質の構造や電子状態の解明に威力を発揮し、学術研究だけでなく、産業界の応用研究も盛んに行われた。年間3000人を超える研究者に利用されているフォトンファクトリー。
ここで開発された放射光技術や学び研究した科学者技術者は、その後建設された世界中の放射光施設を支える存在となっている。1987年、当時の世界最高エネルギーでの電子・陽電子衝突反応の研究を行うため、遠周およそ 3km の加速器トリスタンが運転を開始。国内外およそ300人の研究者による日本初の大型国際共同実験として、グルーオンの自己相互作用の証明やグルーオンジェットの性質の解明など多くの成果を上げ、1995年に運転を終了した。1999年、トリスタンのトンネルを利用して建設された KEKB が運転を開始。当時例のないエネルギーの異なる電子と陽電子を衝突させ、世界最高性能の運転をおよそ10年にわたって続け、 B 中間子やタウ粒子、チャーム粒子などの崩壊過程をベル測定器で詳細に観測した。その結果、クォークは3世代以上存在するとした小林益川理論の正しさを実証した。2008年、ベル実験の研究成果の実証が決定打となり、小林誠、益川俊秀の両博士がノーベル物理学賞を受賞した。2019年、40倍の衝突性能を目指したスーパー KEKB が本格的な計測を開始し、2020年にルミノシティの世界記録を更新。世界中から1000人以上もの研究者が参加する国際共同実験として、素粒子物理学の世界をリードし続けている。1999年、 KEK12JEV 陽子シンクロトロンで作ったニュートリノを250km 離れた岐阜県神岡町に向けて発射し、スーパー神岡ンデで観測する世界初の長期戦ニュートリノ振動実験、 K2K 実験がスタート。この結果、人工的に作られたニュートリノでもニュートリノ振動が起きていることが実証された。2009年、 KEK と日本原子力研究開発機構が共同で建設した大強度陽子加速器施設 J-PARC が完成。現在、陽子ビームを標的に照射して作った中性子やミュオンを使った物質生命科学実験施設、 K 中間子や π 中間子などのビームを使ってさまざまな研究を行うハドロン実験施設などが稼働している。2009年、ニュートリノ振動の全容解明を目指す T2K 実験に着手。 J-PARC で作ったニュートリノビームを 295km 離れたスーパー神岡出に打ち込み、翌2010年には本格的に実験データの取得が開始された。世界12カ国500人の研究者がニュートリノと反ニュートリノの振動の振る舞いに違いがないかを調べている。1979年、 KEK は米国エネルギー省と日米協力協定を結び、素粒子物理コミュニティのための国際協力の枠組みを作った。
この協定をもとにした研究協力は現在も高エネルギー物理学分野の日米科学技術協力事業として受け継がれている。1990年代から KEK は世界中の大型国際協力実験に本格的に参画。セルンで行われているアトラス実験をはじめとする数々の国際共同実験に参画している。加速器科学の国際的な研究機関として大きく成長した KEK は世界中の研究者が訪れる開かれた研究機関となった。1988年、学術の各分野をリードする大学共同利用機関を教育研究の基盤とし、国際性と独創性を備えた研究者の養成と分野の枠を超えた学術研究の開拓推進を目指した総合研究大学院大学創建大が KEK に設置された。 KEK では高エネルギー加速器科学研究科の加速器科学、物質構造科学、素粒子原子核の3つの専攻での学生教育を中心に次世代を担う人材育成にも力を注いでいる。現在各国の研究機関と協力して計画を進めてきた国際共同プロジェクト次世代直線衝突型加速器 ILC の日本での建設が検討されている。長さ 20km の電子陽電子の直線衝突型加速器を地下に建設し、ビッグバンの1兆分の1秒後の宇宙を再現、ヒッグス粒子を徹底的に調べるのが目的だ。2021年に設立50周年を迎えた KEK。 これからも新しいサイエンスを切り開く加速器科学の世界的拠点の一つとして科学の発展に貢献していく。